年。夏、カノさんに来てもらいます。カマも送ってくるというね。そしてここでみんなでこうやって作るんですよ。そのやりたい人ですね。カノさん何でも答えてくれます。彼女がいるかとかも答えます。とにかく難しいことじゃ簡単にできることですから、皆さんも家庭菜園で農薬肥料を使わずにやれば野菜でも何でも普通にできます。大きく作ろうとか、カオルさんみたいに上手に作ろうとかは考えずに、食べれりゃいいんですからって感じで作ってください。機械でやるとまた僕らその味に変わるの変わらないというよりも、また土地がダメになるなという感覚がありますから。その家庭の中でどうだったんですか？何年か前には逃げられましたね。逃げられたばっかりの、この時期には糖度が22度ぐらいまで上がりますね。ですからそれを絞ったやつを冷やして飲むと、すごく腸が便秘の方はぜひ飲んでほしいです。他になんか ないのかな、茎をかじる以外。葉っぱで染め物をするとか。らしいです。淡い緑が出ます。うわー、それすごい。カノさんが人生で一番大切にしてることって何ですか？女房です。